お父さんは文鮮だったんですか。食事も印刷も何もかもやってたわよ。何しろちっちゃい工場だから、せめらさきひろしさんみたいに黒くなってだから私ひろしさんに初めて会った時すぐ分かった、あ、この人は印刷工場で働いてるなって。へえ、参ったな。もっとよく洗えば落ちるんですけどね。そうですか。じゃあリリーさんのお父さんはひろしさんの先輩ってわけですね。はい、お待ちどうさま。あ、いい匂い。ちょうど食べ頃ね。なんだ、俺のちっちゃいんじゃないか。喧嘩なしだ。さあ、どうぞ。いただきます。いただきます。うん、おいしい。うまい。相変わらずか。ひろさん、どうだい、商売も。あら、いけない。トラちゃんの忘れちゃった。感情にいらなかったの。うっかりしちゃって、どうしよう。どうしようって、隠しましょう。どこへ。いや、あ、おかえりなさい。おい、リリー。こんにちは。昨夜桜のとこ泊まったんだって。なんでこっち来ねえんだよ。遠慮したのよ、あんまりしょっちゅうだからさ。ね、水くせえこと言うなよ。そんな狭いとこじゃ寝られなかったろ。そんなことないわよ。いつも俺言ってるじゃねえかさ、こう自分の家と思って来いってさ。どうもありがとう。うん、まあ、それいいやな。メロン、おいしいか。うん、よし。じゃあ、お兄ちゃんも一つもらおうか。じゃあ、出してくれ、俺の。な。あ、お兄ちゃん、これ一口しか食べてないから。あの、私の。僕のどうぞ。これ食べろよ。な。わけを聞こうじゃねえかよ。どうしてみんなの椿のついた汚い食いかす俺は食わなきゃならねえんだい。俺のはどうしたの。俺の。いや、私が悪かったの。お兄ちゃんのことを感情に入れて忘れちゃった。違うよ。あのね、私が悪かったんだよ。俺も気がつかなかったんだよ。いいんだよ。いいんだよ。どうせ俺はね、このうちじゃ感情には入れてもらえねえ人間だからな。そんなこと言ってないじゃん。しかしな、このメロンは誰のとこへ来たもんだと思うんだ。旅先では人形ならないお世話になりましたと。あのパパが俺のところへよこしたメロンなんだぞ。そうね。本来ならばこの俺がだ。さあ、みんな、そろそろ食べ頃だろう。おいしくいただこうじゃないか。あら、トラちゃん、すまないわね。私たちもご商売に預かっていいの。もちろんだと思う。すいませんね、兄さん。それじゃあいただきます。そうやってみんなが俺に感謝をしていただくもんなんだろう。それがなんだい。俺に断りもなしに。あいつのいないうちにみんなでくちゃくちゃくちゃ。どうせあいつなんかメロンの味なんか分からしないんだ。ナスの二つもあてがっときゃいい。そうしよう、そうしよう。みんなでもって食おうと思ったとこ俺がパタパタって返したんで、てめえら大当てに慌てたろ。なんだお前。てめえ皿この下に隠したの今出したろ、そっから。いや、あれはですね。あれは何なんだい。お兄ちゃん、いい加減にして。感情に入れなかったこと謝るから。ね。ごめんなさい。さくら、いいか。俺はたった一人のお前の兄ちゃんだぞ。その兄ちゃんを感情に入れなかったごめんなさいで済むと思ってんのか。お前そんなに心の冷たい女か。何よ、メロン一切れくらいのことでみっともダメでも。何よ。別にメロンいくらだ。お前俺の言ってんのはな、ほら、お前そんなにメロンが食いたかったらな、一切れとは言わねえ。これで買ってきて頭からガリ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 マリオとかかじれ。バカ野郎。俺の言ってんのはメロン一切れのこと言ってるんじゃないんだよ。この家の人間の心のあり方について俺は言ってるんだ。ねえ、一人前だから。おいちゃん、お客さんがいるぞ。お兄ちゃん、やめて。お兄さん、やめてくださいよ。よし、やめまー。メロンなんかもらうじゃなかったよ。なんだか情けないな。よしは黙ったろ。トラスさん、あんたちょっと大人げないわよ。ほう、なんだい、身内ばっかりかと思ったら一人お他人様がいたんだな。何言ってんだい。さっきこのうちは自分のうちと思えってそう言っただろ。お前って何が言いたいんだよ。言ってもいいのかい。言ってみる、ジンク。じゃあ言うけどね、冗談じゃないってんだよ。俺のことを感情に入れなかったの、心が冷てえだの、そんな文句を言える筋合いかい。ろくでなしのあんたをこんなに大事にしてくれるうちがどこにあるかってんだ。私羨ましくて涙が出ちゃうよ。本来ならね、いつもご心配をおかけしております。どうぞメロンをお召し上がりください。私はいりませんから、私の分もどうぞと。こういうのが本当だろう。あまったりのもいい加減にしやがれってんだ。くぁ、憎たらしい口利きやがって。これでも女でしょうか。